皆さんこんにちは、マックスプレート。チョコチャンネルのチョリです。おー、チョリ先生ようこそいらっしゃいました。どうもどうもよろしくお願いします。隔週で。はい、お世話になっております。皆さん、生放送見ていただけましたか？ね、結構ね、コメントも優しくて、本当ありがとうございます。優しいなと思って見ておりましたけど、この動画が上がってる週だと、はい、まさに月曜日の生放送、はい、そうですね、パズドラの真央ちゃんと、うん、今モンストのチューニーちゃんで交互に毎週ゲームの生放送やってますんで、その月曜日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。からの、はい、その放送が始まる前に、はい、ちょっとガチャを引かせていただこうと思って お付き合いいただいてるんですが、はい、私これ陰の実力者になりたくてずっと思っててでも漫画読んだんですよ。はいはい、週末に全部漫画読みまして、うん、すごい、影の実力者です、ね、そうなんです、影実ですね。あ、もう略されてる、影実。あ、もう影実で通ってるんですね。多分そうだと思います。影実そう、影に潜み影を狩る者、確かに、はい、シャドウさんです。そう、主人公がシャドウ。この主人公の中二病の男がおっさんって言わないでください。おっさんは村井さんなんですよ。まあまあ若者、まあまあ若者。ちょっとシュタインズゲートを十何年前に、マックス村井とかになる前に、まあまあ事務所で真似してて、うんうん、これ動画始まる前ですよ、はい、ツイキャスとかもやってない時代に普通に法院京丸とか言ってた男からすると、はい、漫画読んですっごい良かったなと思いました。めっちゃいい漫画だな、ね、すげえ中二病の漫画、めちゃくちゃいいですよね。はい、余談ですけど、このフレンドガチャのお姉さん、うん、クレア・カゲノは、はい、お姉さんですって説明しようと思ったら書いてあった。そうですね、お姉さんです。そうだね、はい。で、徳玉からいきますが、あと皆さんちょっと見てほしいと。見てほしい。ランクが400になりました。すごいすごい。どうしたんですか？先々週の生放送の時に270とかで、はい、うん、私がこんな短いスパンでランクが30も上がるなんてすげえことだろって言ってたと思ったんですよ。はいはいはい、野間クエを終わった？全部やりました。すごい。3倍使った。ちゃんと途中で気づいて途中から使いました、このベル。はい、おー、ただ残念ながら途中まで気づかず、はははベルたくさんあったのに、残り3分の1ぐらいで、おー、まあでも上の方がね、多いので、でスタミナが溢れに溢れて、はい、9999。あー、もうこれ計測不可になりました。 しばらくね大丈夫ですね、スタミナの心配ねスタミナの回復とか動画とか一切見ないですで、はい、これ課金してないのに石がたまりにたまって、わ、すごいすごいすごい。そうなんですよ。で、私50個貯まったら10連引きたい派なんで、はい、はいはい、まあまあ貯めてきました。これは出そうですね。まずは徳玉から。いや、徳玉出てきた。もう引きました、引きました、引いた、あ、引きました、もう引きましたよ、ね、すごいいい引きした。 あと確定数が限定のやつがあるので、はい、まあ、ワンチャン見れたらいいですねっていう感じですね。ありがとうございます。了解です。ちなみにこの主人公以外は、はい、この残りのキャラ全員、はい、なんだ、ハーレムみたいなもんだと思う。ハーレムです、ハーレムですね。はい、デルタとイプシロンちゃん。イプシロンちゃんは僕の名前も全部すんなり分かりますね、はい、すごいですね。偽のおっぱいです。全部スライムなんです。スライムなんですよね。これスライムが全部、はい、99% スライムなんですよ。ちなみにめちゃくちゃ性能的に言うと、シャドウが霊術のフォーサー適正で、はい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 、マギアちゃんと同じぐらいの激適性って言われてるので、はいはいはい、フォーサーをやるんだったらこのシャドウさんがあるといいなっていうところの、まあ私フォーサーをやりましょうよ、やりましょうよ、そんなにいかないで、まあまあフォーサーバトルマンぐらいで大丈夫です。大丈夫か分かんないですけど、私もまだクリアできてないんで分かんないですけど、できると思います。多分頑張りましょう、頑張りましょう、はい、でシャドウ、はい、でアルハちゃんが一応天魔4で、はい、まあ、使えんくもみたいな感じですかね。やっぱニュートンアルファとアムロが、まあ、適正なんですけど、まあ、その次に、まあ、ゴストとかと並ぶぐらいかなっていうふうに言われてるみたいです。はいはいはい、なるほど、はい、ちなみにベータちゃんは小説家みたいな役割でも出てます、作中で、ね、同人誌みたいな、なんか同人作家みたいな感じにもなってますよね人気作家ですね。そうです、うん、いや、まあまあおもろい漫画ですよ。いや、そうですね、なんか超好き。影実、影実アニメを見てほしい。やっぱちょっと表現がめっちゃ面白いんで。まだあれなんですよね、そんなめっちゃたくさんないんですよ、ね、あ、そうですね、ま、何話、あ、出た、ファイナルカットってこうグッドとかすると、何グッドってやると、なんかね、勝手に、何それ、これすいません皆さん、私たち触ってるエフェクトじゃなくて、これファイ撮影ファイナルカットってやつでやってるんですけど、なんかね、勝手に演出入るんですよ、この謎演出が。あ、そうなんだ。え、これも動画を撮れてるってこと、これね、勝手にやってるんですよ。めっちゃ面白いじゃん、これ後で邪魔なエフェクトだって消せないんですよ、これあ、そうなんだ、すいません、謎のエフェクトが入りました。
あの、あつ森みたいなもんだと思ってます。あ、そっかそっか。ちょっと特玉から引きますね。いか、わかんない。あ、出そう出そう。え、嘘、そんな出そう。え、出るかもしれない。わかんないですよ。参ります。はい。何もない。え、なんか今プーってなったのは。バスの運転手みたいな。お、あるあるある。あるよ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 。あー、あー、星野ちゃん。はい、ありがとうございます。はい、まあまあ星野ね。こっからです。こっからです。こっからいきましょう。はい。あと私、あの影の、はい、クレア影のもうたくさん引きたいわ。皆さん知ってます？フレンドガチャ。フレンドガチ ガチャみんな無視してると思いますけど、100連できるの知ってます？知ってる知ってる。まあまあ100連したいですよね。こうやってたくさん貯まるから。まあ、クレア影のもね、ログインとかでもらえますからね。そうだわ、普通にもらえるわ。そうなんです。まあでも足りないときはね、フレンドガチャ。足りないときは足してください。フレンドガチャ。足しましょう。いきます。いきます。あ、ごめんなさい。今日アルファが 1.8% ですけど、うん、その下の引いた方です。だから。え？え？どういうことですか？今度下の下のこれこれこれ。え？え？え？1個しかないです。さっきの特段です。あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。まだコラボのど真ん中期間中なんで。アルファピック、そうだ、昨日シャドウだったんで、そっか。じゃあちょっと、まあまあ、まあ、最終日とか多分全部ピック出るんですけど。そうですね。まあ、でもね。はい、今日はアルファピックの日。我々集まるのがあれですからね。そうです。うん、あの、隔週の中で、隔週の女なんで、隔週なんで。そうなんです。今日はたまたまアルファの日だった。2週間に1回しか村井さんと会えないから。そうなんです。そう、お互いが、お互いが。でもシャドウの 1%、 0.9% あるんで、うん、全然ありですよね。なんかいつもこんな高かったでしたっけって、なんかもっとなんか 0.6 とかじゃなくて、ピックは結構あった気がしますけどね。こんなんでしたっけ。うん、ちょっと私もあんまちゃんと見てないですけど、私事前にこれ見て、うんうん、だったら出るじゃんって思っちゃいました。そう、だからやっぱ運曲作る人とかやっぱコラボのこういう期間中はね、結構ね、うん、ガチャゲ運曲作りやすい。いや、そうっすよ、うん、しかも 2% 近く出る。そうなんです。いや、すごいっすよ。はい、参ります。参りましょう。全部引いてほしいな。特にシャドウは引いてほしいな。シャドウは絶対引く。うん、シャドウ引いたら40連で、ふん、40連で出ます。40連で出ます。シャドウ出ます。いや、出てほしいな。まあ、もう、あ、いたね、いたほしいの。はいはいはい。あれ、え、あれ、アルファちゃん。アルファです。アルファちゃん。アルファです。ピックアップ第一石、スーパーピックアップ、一撃、一撃ですね。やだ、アルファですよ皆さん。アルファですね。進化前だからちょっとうんってなるけど、うんうん、すげえじゃん、一撃アルファ。まだでも出るかね、さすがに終わる。はっ、ああ、まあ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 、ちょっとごめんなさい、うるさい、ごめんなさい、音割れすみません、申し訳ございません。こっからですね。申し訳ございません。こっから止まったらワンチャンありですが、どうです。まあまあまあ、でもいいです。一旦いやー、素晴らしい。いや、私もあれなんですよ。なんすか？アルファが星4より先に出たんですよ。あ、すごいじゃん。そう、なんかちょっとビクボンどういうものかなっつって。いや、まあまあビビりますよ。いや、ビビりますよね。一撃目で 1.8%。 素晴らしい。で、この子がどこなんでしたっけ、はい、その、天魔の第4だっていう。天魔4です、ね。あ、本当だ。天魔、はい、天魔4で。結構みんな話題でちょっと使ってましたね。いや、いいイラストもいいじゃないですか。うん、はい。マジ何気読んだばっかりってのもあって、ちょっと愛着湧いてますか。わかります、わかります。やっぱ読むとちょっとありますよ、ね、うん、あるある。こいつはローキー。すごい、ローキーこんなビジュアルだったっす、ね、まあ、そう、だいぶ進化してるんで、うん、そうそうそう、だいぶ進化してるんで、新中進化までね、来てるから。遠い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 。ね、ね、あ、あ、はいはい。いや、長い長い長い、待ってくれ、画面が長い。アシストスキルね、ついたりとかね、あ、新入審査ね。オーケー、オーケー。はい。よし、行きましょう。行きます。ネクスト。幸先がいい。幸先ですね。ゴーゴーゴー。おお、なにこれ、え、なにこれ。終わりだ。え、すげえ。え、すげえんだけど。よく聞くと。え、めっちゃ流れてる。え、これでしょ。あー、ベータちゃん。お、びっくりした。ここでシャドウじゃないのね。そうなの。シャドウではない。確定なんでね。確定確定確定。でもアイアムアトミックしてましたよ。え、すげえ。あ、アイアムアトミック。はい。アトミックじゃないんです、ね。アトミックじゃないんです。これが中二病のところですよ。いや、そうなんです。いや、素晴らしい表現だった。うわ、すごい。2回目で確定を見た。いや、素晴らしい。シャドウ、え、シャドウ、シャドウ。まあ、でもあの全然超いい。いや、だってまだ20連ですから。確かに確かに。うん。
ベータは、うん、3人目あれアルファベータなんで2人目アルファベータ2人目、うん、すげえとてつもなく引きあそうだ作家だ作家さんです作家のやつ作家さんですやってるやつ大初期シャドウさんは大初期すごいですよ、はい、もうちゃんと今のなんだ転生もののノリとかも含めて全部モリモリのやつですよモリ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 うわーあと1体じゃんあと1体シャドウシャドウ出んのこれ 1% いきますあと 1% だからありますよあるよねありますあります、ね、参りますうわ他の確定因数あるんですか、ね、他の確定因数あるおそらくないと思うあれだけ、はい、あれだけうわーのあれはあのフワはいい演出ですねいい演出ですよね前回のジョジョのオラ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 もとてもいい演出だったけどあっあーあーあさりはいサコンさんサコンさんサコンさんなんか前はちょっと話題じゃなかったでしょなんか一回話題になりましたよね話題になってた多分あのボックス整理で話題になってたなんか意外と使えるみたいな村口さんもしくはあれかうんうんなんかプレミアムセレクト的なあれあ多分それかもなんかなんかでなんかそのちょっと上がってた気がするねえありましたよねうん村クシャ私多分村クシャクリアしてないんですおうおうおう村クシャ用ですありがとうございます、はいはい、私の手持ちのオーブラともうこれで最後うぅいくぞもうよーしゃらくいけますうわーわわわわえ嘘えこんなに確定につけることあります史上最大神引きまでありませんこれありますだってなんか暗いぞあとびっくりしたあとびっくりしたシャドウ。シャドウ。シャドウで。シャドウで。シャドウじゃないのじゃなくて、シャドウで。あー。まあまあまあ、アルファのピックアップなんでね。くそ。いや、いいんですよ。いいんですよ。いや。シャドウが欲しかった。まあ。一曲ピックアップじゃないかな。え、すごいですよ。いや、やばいです。4ぬれで、3体で、しかも2回も確定数。むしろ確定数が見れることにありがたさを感じる。確定数マジで結構出ないですから、そんな簡単に。端数引いといていいですか端数引いてこの端数引くときのあっさり感あっさり感これ出るならマジかえ出ないからシャドウシャドウあーあびっくりしたびっくりした 25% 25% よし課金していきますあと10連やったらあれですよ星玉あと9個で星玉なんでね課金していきますさてさてここまでちょっとチートのような社員のようなガチャを引いてきましたが今日引き切りますノンアルクエスト頑張ったねあ確かにここまでまだ無課金だったからそうよそうよ今のところ私無課金で大体シャドウ引いてる素晴らしい本当に素晴らしい無課金ガチャシャドウ引きたいないやシャドウ出てほしいな本来であればねピックアップで引くべきなんですけども、ね、今日で撮影してるのでねいきますよいきましょういきますよふんふんいやー私たまに大げさにやろうと思うと、うん、ハルミンさんのシミュレーションが出ちゃうんですよドッキリ動画のああ、なんでやってくださいガチャを引くふんふんなんとかならないかなこれで終わらせてもらえないかななんか月末にいろいろ撮っとくとかできるかなあーやべえ、アサリクソあーあーお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 ーもう超めっちゃ引いてるシャドウだけどうしたシャドウだけどうせテーブルでエクセルで1行横だろ恥ずかしいおお恥ずかしがってるシャドウ出てこいよシャドウ恥ずかしがってる2体目いただきましたはい2体目のベータをいただきましたベータももしかしたらどっかであっこれでシャドウで終わりかありがとうございますお願いしますはいアップアトミックおー一緒の足ですが、わあ誰？ティタニア。ティタニア。ティタニア。あ、それちょっと SAO。あ、すごい分かってくれた。SAO の一期の後半が混ざってますね。はい。ティタニア。はい。ティタニアが出ちゃいました。ティタニアはどうなんですか？まあちょっとそんなに、まあ、そうですね。そうですね。はい。古のモンストを支えしタムたちの。はい。いつかいつかね、いつかどっかで将来性という単語でごまかされるじゃあネックいきますいやー、引いてほしいな、これふんふんふん
はい。アイアンまとめて見た後だとめっちゃ速いですね。速いですね。ソーンっていきますね。なんかもうちょっとゆっくり飛んでほしいのに。アイアンマトニック、アイアンマトニック、ああ、なんだっけ、ロイゼ、ロイゼ、今までが良すぎたんで、うん、そうそう、あ、しょうがない、もはや、まだ今ここがやっと課金のところですから、ね、はい、最近のロイゼってどうなんですか？最近のロイゼですか？まあ、だいぶ男前になってる。いや、そうなんですよ。なんかね、あ、今までちょっと女の子かな男の子かなぐらいの可愛らしい感じだったので、ね、はい、勇者になった感じがね。しますけど、まあまあ、青年になってしまう。まあ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 、まあ、はい。まだもう一回課金したくない。ねえ、いやいやいや。お願いします。ねえ、頑張れ頑張れ。シャドウ出てくれ。いやー、そろそろでもおかしくないですけど。ですよね。待って。0.9%。ああ、ベルダンディ。あいつベルダンディか。めちゃイニシエのモンストとささいし神たちが。将来性ですか。将来性だから。あ、でもまあまあ頑張ってるじゃないですか。頑張ってます。頑張ってるけどまあまあ将来性です。いえいえ、はい。よし。え、待ってください。はい。10連進行ある人ですか。何ですか。10連進行ある人。10連進行って。10連の方が出る進行ある人ですか。ああ、私は10連進行の民ですね。10連進行の民。うん。シングルの民。いや、いいですよ、行きましょう。ワンチャンで、ね、ちょっと刻んでね。ちょっと2回変わらない、確率は変わらないんですけどね。ちょっと2回しんどらせていただいて、あの、なんだっけ、最近ガチャもあれだな、もう無邪気に引きすぎてるから。一時期あの欲望センサーみたいなやつありませんでしたっけ。物欲センサーね。物欲センサー、はい。お、イプションが運極になった。あ、素晴らしい素晴らしい、ありがとうございます。はダメだ、課金した方が弱え。確かに無課金オーブの強さに対して課金オーブが弱え。課金オーブ強えな、やっぱあれだな。やっぱ課金のパワー見せつけないといけない。見せつけないな。こいついけるぞまだっつってまだこいつまだいけるぞっつって、まだ絞れるぞっつって。まだ1回目だろって言われて、足元見られてる。いけるぞこいつっつって。ちょっと10連進行でいきますか。10連進行でいっちゃうすか。いっちゃうすか。はぁ、課金してきます。うわ、復帰すごいですよ。22で出てますからね。そっかそっか、アルファベット重々。すごい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 よ。多分両方とも、うん、分かんない、多分中身のテーブルテーブル言わない。上か下に1行ずれれば、上か下に1行ずれればシャドウ。テーブル言わないの。ふん、システムぶった切って、お願い。なんかもう別のね、演出もね、見たい。走馬灯のように勝手に今オーブがゆっくりに見えた気がしたけど気のせいでした。やだこの勢い。よし、ちょっと待って、これもちょっと待って。おーい、ヤギュジュベ、すごい名前がすぐ出てくる。これヤギュジュベですか。はい、一時あの一時活躍しました。一時活躍しました。これ色と雰囲気的にシャドウってことにはなりませんか。あ、多分シャドウですか。あ、これシャドウですか。おそらく中二病です、この方は。ですよね。うんうん。だってちょっと眼帯。おお。はい。え、だめよ。タナトスとかだった気がするな。タナトス、うん。これは残念ながら色が違うだろうから。やめ。まあ、でもちょっとやや。やや闇気味ですか。いや。ワンチャンこれシャドウってことになります。シャドウ、これも多分中二病です。あ、ち、はい、中二病ですか。はい。頼む。ねえ、ちょっと、なんだ、ちょっと待って、なんなの。ヤギュジュベは何なの。ヤギュジュベはどういうこと、ね、これ大丈夫なのこの絵だ、全然違うじゃん。結構なんかあの本当にあの7年前6年前かは分かんないですけど、結構強かった時期がなんかで、ね、ありました。ありました。ヤギュジュベにもその時代がありました。あった、ちゃんとタナトス、すごい、あなたちゃんと名前分かるんです。いや、全然分かんない、最初のやつ。でも闇なんで、近づいてきてる。くそ二方向から近づいてますもん。ちょっとずつ近づいてきてる。うん、いや、すごいですよ、って冥界のなんちゃらも、なんちゃらし、タナトスとか。くそ、あっちゃってますね。ほら、あ、まあまあ冥界の住人を守りし、死の神なんてもう大体シャドウですよ、これ。むしろシャドウの、なんか最終回に近づいたらこんな感じですよ。いや、そうそうそう。やってくれね。やってくれますよ。まだ行けますね。ちょっと寄っては来てるからな。寄ってきます。すごい。いやー、浦井さん。二方向から。あ、中条でいいか。中条さん。
すごいなんか業者さんじゃん。雰囲気が。ふん。誰の集中力もここに注がれていないときに物欲なく引いた。いやー、確定率どこ行ったん？止まんない。おい、おい、どんだけ？フォーカード。ダメだ。あー、いや、フォーカードですね。ファイブカード。ファイブカードね、ありえないやつですね、トランプだとね。うわ、絶対良くないですね。え、あと2回しか引けない。あ、でも、はい、星玉が。あ、確かに星玉が来る。ちょっと足りない？いや、足りる。当たりますか？ 12 です。当たり取れる取れる。足りる、足りる、いけるいけるいける。なんで村井さんだとさ、出ないんだ、さっきのこれ。あ、もうファイナルカットがわからん。ファイナルカットのリアクションがわからん。なんでだろう、さっき。参ります。ふん、求めてしまっている、確定率。そうですね、2回に1回出るものだと。いや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 、教育されてしまった。幸先だけいいのって、うん、もうやめといたんじゃないですか、40連ぐらいで動画なかったことに。なかったことに、なかったことにする、うん、神引きでしたねっつって言って、ワンちゃんエンディングだけ後で撮りますか。いきますよ、いきますよ。もうこれが、え、どうしよう、これ最後にしようかな、どうしよう。まあでも一旦最後に、一旦最後ですよね、うん、もう一旦もうこれ、まあ、これで出なかったのピックアップで、あの、個別に追っていただいた方が良いかもしれない。一番正しいと思います、はい、この引っ張るのフォントが微妙に黒い濃さがいつもよりもぶっとく見えたりとかしてませんか。そんなことはない。メンタも外れろ、まばたきしろ、2回、2回、はい、ダメ、あれまーし、トーク玉かもしれないよ、トーク玉じゃない、あれかもしれない。でもあれがあるから、ま、星玉が、星玉が、あ、今ぐらいに星玉がチャージ感じた。おい、止まれ。おー、モスコミール、モスコミール、モスコミール、モスコ、モスコ、モスコちゃん、あ、これね、持ってる、持ってるもんね。はい、持ってます。なんだったら先日育てました。おお、モスコ、モスコちゃんはあの、あれと仲良くできる、いくの、ルシファーちゃんと一緒に仲良くできるという子でございます。待ってください、これ押したらたまりますよ。どんだけ後半のパワーないの。あ、すごい、なんか歌う人の呼吸してる、不思議呼吸。ちょっと、ちょっと弾きたいな。弾いていいですよ、弾いてください。あ、じゃあ弾きたいなってかの、ちょっとシャドウ弾きたいな。あ、弾きたいですよ、シャドウ弾きたいですよ。いきます。ねえ、あー、もうちょっと、すごい尻すぼみ。こんなことあります。シャドウ、シャドウ、シャドウ、あの服装、うわー、やみ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 。なんだっけ、全然すごい古のローじゃなくてゴッホだ、ゴッホ。この子多分、はい、あの、先日惑星ついてるんですよ、選抜されてるんですよ、ゴッホ。あ、そうなんだ、はい、されてないわ、されてないね、うん、されてない、してない、うんうん、してないね、うん、まあ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 、今日はもうやめときましょう。はい、ちょっと今日はやめときます。いや、もう影のも引かない、影のも引かない、影のも引かないね、姉ちゃんも引かない、姉ちゃん引かないね。じゃあちょっと前半だけ撮ったっていう前提でちょっとエンディングを、ね、皆さん今日はもう最高の引きを、素晴らしい、さすがマックスぐらいと言われるようなね、そうですね、こんな引き誰にも真似できないというやつを見せててよかったかなと思います。いや、無課金のオーブは違いますね。ありがとうございます、素晴らしい。皆さんもあの無課金のオーブが溜まってる方はあの原宿に来ていただいて、ね、私見かけたら、あ、すごい、シャドウ引きますよ。おお、ユニアンにぜひ。10年だけあれば、10年分だけオーブ持ってくれば私が一撃でシャドウ引いてあげますから、ぜひ原宿へお越しくださいませ。ありがとうございました。私を目がけて来てください、はい、では最後のご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で、あとは生放送で、さよなら。